皆さんこんにちは、小千田塾の小千田です。今日はですね、初の状態でして、オーディエンス、いやオーディエンスはあの全く僕に背を向けてるんですけどちょうど塾生がですね、今あの教室にいてですね、その状態でちょっと撮ってる。塾生の子が自習に来てくれてて、私がね、ちょっとごめん YouTube 撮っていいという許可を得て撮ってるんですけど、先生今日何本撮るのと聞かれて、いや3本ぐらい撮ろうかなって言ったら、内容云々よりあの小話大丈夫って言われちゃいました。小千田式日本語教室でございます。ですね、言語学なんですけど、言語学の種類についてちょっとリクエストをいただきました。言語学のこれからね、学ぼうと、リクエストありがとうございましたね。言語学をこれから学ぼうという方で、どんな分野があって、どんなものが、あるんだろうということで気になったっていう、お声いただきましたので、ちょっと私が知ってる範囲で、私もね、実は言語学の研究っていうのが、基本的に本格的にはしたことがないので、したことないというか、言語学のもの、こんなものがあったりとか、こういう研究されてるっていうのは調べたりとかあるんですけど、自分自身が研究はしていないので、ちょっと紹介程度にとどまってしまうんですけど、よろしくお願いします。今日やるのがですね、比較言語学。言語学の種類の中でも、比較言語学と言われるもので、これはかなり主流と言ったらなんですけど、言語学の世界の中でも有名なものなんですよね。で、まず最初にもうざくっと説明しまうと、これはですね、同じ系統であるだろう、いろいろな言語の音韻、音の性質とか、あと文法などを比較すると、ね、比べて親族関係を決めて齟齬を推定すると、ね、ちょっと長い説明になっちゃったんですけど、どうでしょうか。これがですね、どういうことかっていうと、まず同じ系統であるだろうっていうところですね。同じ種類かなとか、なんかもともと同じ、なんか共通性があるかもしれないみたいな言語同士を比べるっていうことがポイントなんですよね。これがですね、実はヨーロッパが発祥、ヨーロッパで始まったんで、ドイツとかを中心に始まっていって、同じ系統であるだろうっていうと、例えばスペイン語とポルトガル語とかっていうふうな時に、スペイン語とポルトガル語、聞いたことがあるんですけど、なんかそのスペイン語を話す人とかポルトガル語を話す人にとってみたら、それぞれのお互いの言語に対して、スペイン語を話す人にとってみたら、なんかちょっとポルトガル語が少し分かったりとかですね、その逆もしかりっていうような感じで、なんかちょっと実は、違う言語ではあるんだけど共通性があるぞみたいなもの。例えば英語とドイツ語なんていうのも、共通性が少し見受けられると。例えば英語で私はとかっていう時に、I というふうに、言葉、単語ありますけど、これがドイツ語だと、イヒとかっていうふうに、これも愛で始まる。たまたまかもしれませんけど、やっぱり、こういう共通性が多く見受けられるような言語、なんかもともと同じだったんじゃないっていうふうな言語を、まず集めてくると。で、いろいろな言語の音の性質とか、文法の性質とかっていうのを、比較していくと。こっちはこういう音の性質だ、こっちはこういう音の性質だとか、文法もそうですね。で、比べて、その親族関係を決めていくと。これが、もともとこっちだったねとか、こっちからこっちに、形を変えていったんだとかっていうふうに、その関係性っていうのを決めていくよっていうのが、比較言語学と。で、その中で最終的に齟齬っていうのを推定すると。齟齬っていうのが、祖先の言語みたいなふうに書くんですね。祖先の言語みたいに書いて、これが、じゃあもともとそれぞれの同系統の同じような親族関係にあるような言語の、もともとの言語って何だったんだろうみたいな感じで、齟齬を推定するっていうことを、最終的な、もう一つのゴールラインというふうにしていると。ということで、これがですね、比較言語学という種類で、ポイントはその親族関係とか、齟齬を決めるよっていうことがポイントなんですね。なので、さらにこの比較言語学っていうのが、別名とか、どんなふうに呼ばれるかっていうと、例えば通知的研究。通知的研究っていうのは、その時間の流れを、遡ったりとかね、いろいろ変えたりして、前の時間を戻したりとか、前はどうだったんだろう、100年前どうだったんだろうとか、10年前どうだったんだろうっていうふうに、見ながらやっていくと。やっぱりこれがルネサンスの文芸復興とか、そういった時に昔の言語を調べるとかっていうところから、端を発してるというか、きっかけとなってるんですよね。なので、歴史的言語学とか歴史言語学とかっていう種類にも、関係があるというようなものが、この比較言語学です。で、有名な学者、これ19世紀ぐらいに、始まって、1800年代ですね。その時代に行われてたその言語学の体系なんですけど、例えばこれ有名な人、意外なんですけど、ヤーコブ・グリムですね。ヤーコブ・グリムね。あと、兄弟なんですよね。これ、ビルヘルム・グリムとね。
これ兄弟とね、グリムで兄弟と言われたら皆さんあるね、もの有名なものを思い浮かびませんか。これ実はですね、グリム童話の、作者なんですよね。グリム童話ね、実はグリム童話の作者ってヤークブ・グリムとビルヘルム・グリムという2人の兄弟なんですけど、この人たち別にあの童話作家になろうと思ってあのやってたわけじゃなくて、実はあの言語学者で、あのそういったあの古いその言語とかを研究したりとか、比較言語をやっていったりとか、まあ古典、古代史とかを、まあ学ぶとか研究する上で、その中でグリム童話っていうのが出来上がったっていう、まあ副産物って言ったらあれかもしれませんけど、そういったものなんですよね。だからもともと彼らの言語学者、学者なので、それを元にしてグリム童話を作ったっていうことをですね、まあよかったらね、覚えておいてください。あとそのデンマークのラスムス・ラスクという、まあちょっとこれあの、なんかラスムスラスクとかでね、まあ、最後美味しそうな名前で終わってますけど、こんな感じの、デンマークの学者もいたりとか、まあ、この辺の、ドイツとかヤクブ・グリムとかドイツですね、あとまあフランツ・ボップとか、そのあたりのドイツとか、まあ、デンマークとか、まあ、その辺の人たちの、言語学者、から始まったものがこの比較言語学ね。まあ同じグループかなってものを集めて、その共通性を見て、まあ、言語の特徴を決めていって祖先の言語を決めていくみたいなことをやるのが比較言語学だというふうに、思っておいてください。ということで本日ですね、まあリクエストにお答えするという形で言語学の種類っていうのを、お伝えしていこうと思うんですけど、まあ、あのリクエストいただいた方、もっと実はこういった内容を、言ってほしかったとか、こういったことを特徴説明をしてほしいとか、この言語学について言ってくださいということがありましたら、ぜひですね、コメントでまた、いただけたらと思います。リクエストありがとうございます。ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。